日本鹿児島県鹿児島市、東軍元町東軍元町は、鹿児島県鹿児島市の町。郵便番号は8900-0068。人口は2360人。世帯数は990世帯。東軍元町の全域で、住居表示を実施している。鹿児島市中南部、新川下流域に位置している。町域は、国道225号と新川に挟まれ、 三角状になっている。町域の北方及び西方には南軍元町、南方には新栄町、東方には正サ町、正サ本町がそれぞれ接している。町域の西端を南北に国道225号、中央を南北に鹿児島県道217号氷元、鹿児島高専が通っている。町域の南部に鹿児島市立南小学校、 鹿児島市立南中学校が隣接して所在している。1973年3月4日に、群元町、薄木町の一部の区域にあたる南高地区において、住居表示が実施されることとなった。これに伴い町の区域の再編が実施され、群元町の一部より、東郡元町として設置された。また、同時に、東郡元町の全域で、住居表示が実施された。 以下の表は、国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。鹿児島市立南中学校鹿児島市立南小学校市立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。